今日もやってきます。今日から第5週に入ります。11月2日の今が20時30分で、今日は久々に2015年1級の問題にチャレンジしていきます。この2015年の問題は前回壁にぶつかった問題で、正解率が 76% で、これ以上何回も繰り返してやるよりこのカードを作ろうとなったきっかけの問題なんで、10日ぶりにですねこれやっていってどれくらい改善してるか、今日楽しみにやっていきたいと思います。今日もやってきました。今が21時15分なんで約45分間、もちろん単語カードもやって45分間なんで、実際問題解いたのは30分ぐらいですね。で今日はここ目標通り 92% までですね、結果が向上しました。前回 76% で、何回もやるよりカード作った方が早いって言ってやってきたんで、上がってなかったらどうしようと思ったんですけど、A 群はもう全問正解で、4択の方がやっぱり繰り返しのところを4箇所間違って4問落として21問なんでですね、とりあえず合格水準には来たんで、今のやり方を継続して、これも100点になるように今後ゆっくり進めたいと思います。今日は10月3日文化の日、お休みでした。それでも今日もやっていきます。もう今お食事も終わって18時50分で、前回 96% だった今日は2016年をまた繰り返しやっていきます。それでは今日もやってきました。今が19時30分なんで約40分やりました。で今日もですね、前回と同じように 96% で、もう2016年の問題は、ほぼ取れるという状況になりました。ただ1問だけですね、繰り返し前回と同じ間違いがしてたんで、これは後日またカードを作ったりして対策していきたいと思います。それでは今日はこれまで。今日もやっていきます。今日が11月5日、今日は早めで19時です。で昨日が英会話でお休みだったんで、今日は2日ぶりに2017年1級をやっていきます。この問題も前回は 96% だったんで、本当にその実力がついているかを今日は検証していきたいと思います。もちろん単語カードも最初にやります。それでは今日もやってきました。今が19時30分ですね。今日はですね 92% で、これもうまく今回もうまく合格しました。ただ前回よりちょっと点数下がっちゃったんで、繰り返し間違ったところとかですね、ちょっと悩んだところを印つけて、また週末カードに落とし込んでしっかりやり込んでいきたいと思います。それでは今日はこれまで。今日もやっていきます。今日が11月6日、今が夜の20時15分です。今日はですね、2018年の1級にまた再チャレンジしていきます。この問題は前回 76% まで正解率が上がってきて、それはこのカードの効果であると言ったんで、今日はまたそれからですね、どれくらい改善してるか確認したいと思います。それでは、今日もやってきました。今が20時55分なんで約40分間、もちろんカードの復習をやって40分間です。今日はですねやりました。 96% まで、前回76だったんで、上がってきました。この調子でカードと繰り返しこいつをやっていきたいと思います。それでは、今日が11月7日、今が20時10分です。今日は2019年の1級の問題をもう一回やっていきます。それでは、やってきました。今が20時45分なんで35分で終わりました。そしてここです。結果 96% で、今回も目的の 90% 以上を達成できました。これを毎日このカードをやってることによってですね、繰り返し間違った問題が、これカードで出たな、カードで出たなっていうのがたくさん出てきました。これで第5週目のラスト、明日日曜日はちょこちょこ間違ってる問題ですね。この辺をまた少しカードに落としていって、第6週目につなげていきたいと思います。それでは、今日は11月8日、今が20時30分です。今日朝から仕事だったんで疲れたんで、今からサクッとですね、カード作りをやっていきたいと思います。もう昨日で過去問5年分ほとんど 90% 以上取れるんですけど、ちょこちょこですね、間違ってる、今までこうチェック、この5日間でチェックしたやつを今日はカード作りしていきたいと思います。それとここポイントなんですけど、もうカード作りも結構やってくるとですね、もうこんなにもう分厚く溜まっちゃってます。ですからこれを今からもやるんですけど、勉強前に全部見返すんですけど、それだけで10分とか時間取っちゃうんで、もうこれぐらい厚くなってきたらもう秒で分かる問題は跳ねてですね、もう1週間に1回ぐらいしか見ないようにしますんで、それは終了のところでちょっと紹介したいと思います。それではやってきました。今日は30分しかやってません。こういう時もあります。で、今日は6枚作りました。で、ここからがですねポイントですけど、先ほど言ったみたいにまだまだ少し間違えるようなカードは前半に置いて、もうほとんど合格するですね、秒で答えが出てしまうカードをちょっとこういった形で後ろの方にやって分けてですね、こいつは1週間に1回ぐらいしかもうやらないようにします。で、今日6枚作ったんでこいつに足してあげてですね、でこれもですね同じ順番でずーっとやってると順番で頭が記憶しちゃうんで、たまにこうやってシャッフルしてやるんですよ。でこいつ新しく作ったやつもこうシャッフルしてこういうふうにこう入れてあげます。そうするとなんかまた新しい問題しているような感じなんで、また明日からも頭の暗記されていくという形になります。はい、というわけで第5週はこういったところで終わっていきたいと思います。では。